あの人の現在。浅野温子、現在の衝撃姿が話題に。ダブル浅野として人気を博し、多くのトレンディードラマに出演していた浅野温子。プライベートでは夫婦仲がいいと言われていますが、実は夫の魚住勉が認知症を患っているという噂も。そんな現在の浅野温子の姿も話題に。現在の姿。浅野温子さんは今も女優としてドラマや映画、さらに舞台で活躍しています。そして2003年に開始した浅野温子読み語りをメインの活動としているようです。この浅野温子読み語りはご自身の新境地でライフワークにされています。古事記の神話や日本各地の昔からある民話伝説を現代語で分かりやすく脚色、生演奏をバックに浅野温子さんがさまざまな登場人物を全身で表現する一人舞台劇とのこと。伊勢神宮、出雲大社、熱田神宮など全国の有名神社などを舞台に公演されています。そんな中、現在の浅野温子さんの劣化画像がやばいと噂されているようです。一体どういうことなのでしょうか。現在浅野温子さんは58歳です。いくら女優でも年齢的には仕方がないと思いますが、こちらが最近の浅野温子さんですが、劣化したとは思いません。お若い頃から大人っぽい印象だったので、むしろ現在は実年齢よりお若く見えますよね。このことにより、こちらの噂もガセだったようです。トレンディ女優として人気を博していた浅野温子さんも、現在57歳になられていますが、相変わらずお綺麗で女優として活躍されています。しかし、最近はメディアへの登場が少ないため、夫が認知症でその面倒を見ているのではないかなどの噂が囁かれていましたが、デマだったようです。読み語りという新境地で今後は活躍されるのでしょう。